はい、皆様こんばんは。だらしなまーちゃんねるのまーちゃんです。ただいま絶賛そう状態でございます。皆さんどうでしょうか？4月は結構そうになりやすいらしいです。どうなんだろう。私はそういうパターンで来てるんですけども、そう状態の時、前回の動画だと、そう、ちょっとね、ごめんなさいね。クレンジングのレビュー消したんですよ。あの動画を後で見返して、ちょっと嫌な気分になるかもしれないと思って、まあ、消したんですよね。すいませんでした。まあ、ちょっと見た方は、まあ、そんな感じっていう、フルリのクレンジング、まあ、私の使用感、私の肌の使用感ですね。という意味での、レビューでしたので、そこだけご了承ください。みんながそうだというわけではございません。では、いきたいと思います。ただいま、まーちゃん、そう状態でございます。でね、夜にポチポチしたりとかしております。はい。いろいろ、いろいろって言っても、でもね、だいぶ我慢してる。まあ、このね、こいつ、買いましたけど、その後、もうね、本当はね、本当は欲しいものがある。もうずっとここ最近言ってるんですけど、もうアホですよね。もう絶対行かないようにしてるんですけど、都会の方へは。カルティエのクラッシュが欲しいんですよね。クラッシュのリングが欲しくて、これね、私今行ってしまったら百貨店さん、カルティエに行ったら多分買ってしまいますね。というので、今行っちゃいけないと思って近寄らないようにしてます。はい。もうやばい。今行ったらなんか多分カード切って買いますよ。またもうクラッシュ。ん？クラッシュ・ドゥ・カルティエだったか、カルティエ・ドゥ・クラッシュだったか、忘れましたけど、可愛いんですよね、あのリング。欲しいなと思ってて、まあなんか、現金を貯めて、買える時に買おうと思って、自分なりに努力をしてます。はい。あとね、そう、ただいま、そう状態なんですけど、私、そう状態の時って、必ず何か一つトラブルがあるんですよ。ニキビがある。ニキビ。嫌だ。もう嫌だな。で、トラブルが、ごめんなさい。ニキビが気になっちゃった。自分の動画見ながら。トラブルがあるんですけど、駐車場トラブルがありました。私の実家、まあ、すぐそこなんですけど、月決め駐車場借りてるんですよ。で、勝手に止める車がね、いるんです。で、それはもう分かってて、ただね、ナンバーが分かんないの。で、止めないでねっていうので、マーキングとしてテープをですね、ピーピーって、カラーテープを貼っといたんですよ。したら、ちょっと前のなんか雨風で、どうやら、どなたかのお宅に飛んで行ってたみたいで、まあ、一枚確かになかったんですよね。で、そしたらですね、まあ、そのお宅の方ですよね、が、私にですね、って、このテープ、うちに飛んでくるんで、貼らないでください、つって、喧嘩売ってきたんですよね。なんせそう状態なんで、まーちゃんはそう状態。で、あちらにも確かにテープを飛ばしてたから、そこは謝ります。で、まあ、謝罪しましては、申し訳ありませんでしたって、ご迷惑おかけしました、気をつけますって言って、テープベレベレって剥がしたんですけど、ですね、私が言いたいのはですね、私、その人知らないんですよね。で、知らない人に物申すときでも、
言葉遣いとか態度とかちょっとなんか考えた方がいいと思うなと思って、もうそれでスイッチオンですね。私もなんかそうやって、こう、物申すときとかありますよね。皆さんきっとね、世に言うクレームというやつですね。相手の方に対しても、やっぱり初対面だったら、敬意を払わなきゃいけないと思うんですよ。すいません、ちょっといいですかっていうふうに、敬意払わなきゃいけないのに、って言って、の方が先に出てるよ。じゃなくて、顎ですよね。で、もうなんだこいつと思って、もう私の双極スイッチ、もう、スイッチ、ですね。で、もう、まあ、口では、すいません、申し訳ないです、申し訳ないですって言って謝ってるんですけど、もう、むっちゃ腹にくり返って、もう、あらこいつって、この態度は、と思って、むっちゃ、なんか、怒れてきちゃって、何日も何日も何日も不眠状態、眉間のシワ寄りますよ、ここ。ね、寄って、もう、ほらほらほら、見て、もう、このね、シワが、ちょっと、酔っちゃって、もうほんとボトックス入れなきゃなと思って、ここ持ってるとこなんですけど、やだな、ここ。ほんで、もうなんか、ってやられた日からですね、もうすっごいもう、層がもう、なんていうんですか、層状態がもうかなりこう、良くないです。で、もうなんかね、寝れないし、で、もうどうにもならなくて、ヒーってなってるとこなんですよね。何ですかね、そういう人って本当に、あっちもそうなのかしら、季節が季節なので、もう嫌だと思って、で、またあと私ですね、まあ昔から母親に言われ続けてたのが、なんか別に私悪くないし何にもないのに、なんか、人からなんかこう見下されたりとか、強くものを言われがちなんですよね。なんでだろうっていう。で、なんかいろいろ調べたんですよ。なんかこう人からこういろいろ言われやすい人っていう特徴みたいなのに、なんかいろいろ調べてそう、見てたら、当たってました。そうです。そういう人間。顔立ちとか、ちょっとね、だいぶ、ぽっちゃりなんで、その体型のこともありますけど、でも、顔がそういう風にさせるみたいです。はい。で、私ってよく人からの第一印象、すごいおっとりしてる、すごいふんわりしてるとか言って、柔らかい印象を与えるらしいんですよ。でも、私のことを、そんな風に思ってちゃダメです。双極なんで、躁状態スイッチオンしてるときは、見た目は、ほんわりして、どうもーってなってるんですけど、そんなことないですから、本当に、売られた喧嘩は買います。買いますっていうか、命に関わったりすることは、ちょっと、やっぱさすがに避けますけど、なんか文句言われたら、もし、例えば、銃の文句、なんか私に対して、わーって言われたら、私はマンで返しますね。それぐらいの頭の回転ですね。手出されたら嫌ですよ。でも手出されたらですね、被害届出して、あれですね、お金をいただきます。いろいろ起こして、お金をいただきます。というふうに頭まで回っちゃうぐらい、こう、もう、わーって、もう、口が止まらなくなっちゃうんですよ。で、最初に、人に、その相手に言うだけ言わせといて、そのうちですね、人って嫌なことわーって言われるじゃないですか。言われてると、なんかだんだん最初のうちは嫌だな、なんかすごい嫌なこと言われてるとか思うんですけど、言われ続けてると、時間的になんかもう、1分も経たないぐらいから、だん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 、
なんか BGM になってきちゃうんですよね。なんか好きになんか言っとけばって思えてきちゃって、で、わーって言って、まあ言い終わった後にですね、もう私の頭はもうフル回転、クローって回ってるので、そう状態の時って、もうそこで、こう言おう、ああ言おうとか、こう返そうとか、もうその相手をですね、なんかこう、もう黙らせて泣かすことばかり考えるんですよね、私の頭は。で、ほんと嫌なやつだなって思うんですけど、もう上げ足取りまくりです。本当に。で、今までいろいろね、そういうことあって、まあ、私にね、言いたいこと、言いたい放題、言った人たち全員泣かしてます、私は。なんだろう。言っても何も言わないだろうってね、思って言ってみた。言いたい放題。まあちゃんってさ、こうだよね、ああだよね、とか、ああだこうだ、ああだこうだ、言いますよ。言ったら、うん、しばらく経過すると、BGM。はあ、いつまで続くんだろう、この話。もういい加減うるさいな、と思って、まあ喋り終わったら相手はスッキリするんですよね。そっから猛攻撃、もう眉間にシワ寄せまくって、って言って始まるわけですよ。ほんわりしてる。柔らかそうに見える。マシュマロのような、ほわほわ、綿菓子のような、ほわほわっとした私、スイッチ、オンってなると、もう眉間にギュってシワが寄ってうわーって喋り出すんですね。でそうするとですね、なんでかわかんないです、人は泣きます。まあよく私が使う手法じゃないですけど、なんかまあ自然とそういう風に言ってるんですけど、今自分が言ったことをちょっと言ってみてって言って、もう一回言ってみてって言ってって言わせると、もう相手すっきりしてるんで忘れちゃってるんですよね。言い直させるんですよ。で、自分の言った言葉に責任持てないのとか言って、そっから、ああやって言ったよね、こうやって言ったよね、こうやって言ったよねって言って、覚えてる?とか言って言うと、相手の方は、私にわーって言ってきた人は、覚えてないです。感情的になってるんで覚えてないから、もう逆に私がそうやって言い始めるともう怖くなってきちゃうんでしょうね。追い詰められた気分になるのか、昔ゲームでスト2ってあったじゃないですか。スト2でこうやってえい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 
をね倒しちゃうじゃないですか。でそんな感じで端に端に寄せていくようなイメージが頭にも思い浮かんで、えいや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 うわ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 って感じで泣くんですよね。で なんで泣いてんのとか、あの私も言いますね。私泣かないんですよ、よっぽどのことがない限り。あの泣くほどのことってないんで、なんせ涙腺取っちゃってるんで泣かないんですよ。泣きたくても泣けないし、いいな泣けてって目が潤っていいなって思うぐらいで、なんで泣いてんのとかしょっちゅう言ってますね。もう泣いてるのが分かんないって言って、自分から私に物申してきたんじゃんって言って、ここに例えばそういう人がいたらですよ、あのあんたが言ってきたんじゃんって言って、そうやってって言って、それに対してのアンサーだよっていう、もうフリースタイルですよ私からしたら。もうなんかそれであのフリースタイル始まっちゃうんで、先行後行みたいな感じです。私の中では途中から1分ぐらい、1分経つ前からもう BGM で話聞いて、高校、じゃあ高校行きますみたいな、8小節2回とか、そんな感じで、あの、なっちゃうんですよ。まあ、そんな感じでですね、双極性障害、双スイッチ
オンした時の私にはあまりこう、まあ、どんな方がねこの動画見てるかわかんないですけど、まあなんか同じような双極で双状態の時スト2のようになっちゃう方いるかなっていうお話です。でなんかこうだからこうね私すごい悩みなんですよ。だから自分がトラブルを自分が起こしに行ってるわけじゃないんですよ。人がトラブルを持ってくることが多いんですよね。ふっかけてくるんですよ。でね、まあそれを悩んで、でそれでなんか動画とかいろんなのを調べてたら、まあその優しそうなお顔立ちを私はしてます。丸顔で、であと目が垂れ目なので、なんかこうなんかなんていうんですかね、何言っても言い換えなさそうな優しい目をしているそうです。でもちょっとね本当にここボトックス打ちたいんですけど、怒ると眉間にガッてシワが寄ってキーってなるんで、多分相手は相当怖いんだろうなと思ってます。怖いっていうか逃げられないです、私に捕まると。なので私そうなんかメイクでもう本当にアイライン引かなきゃなと思って、マジで駐車場トラブルで、うん、本当にって言っても顎から凍られたんで、アイラインに引いてちょっと強気に見えるように、強い女に見えるようにしてみようと思って、今これちょっとチャコットのアイラインを引いてみようと思います。でね、なんかアイラインを上に上げるといいらしいんですよね。上げすぎた？これどうだろうか。やだ息子、ちょっとなんか上げすぎておかしいよこれ。えい、はい、ということでですね、はい、強い女になりました。変わんないじゃん俺本当に。上に上げる、これアイライン上に上げてみたけどちょっとなんか違いますね。ということで、多分アイライン上に上げてもちょっとやめて、アイライン上に上げても多分変わんないなこれは、と思いました。ということで、ただいま躁状態の方、なるべくトラブルが起きても起きないように起きないように起きないように自分を抑えてください。本当に私みたいにねスト2が始まっちゃうんで、本当に。でもスト2の最後のね、あれ何でしたっけ、手飛んでくるやつ、ピシッとかこうピシッって飛んでくる、あれが倒せないんですよね。バルログまではいけるんですけど、最後何だった、敵のキャラの名前忘れちゃった。スト2の最後のラスボスの名前が思い出せないので、思い出した方はよかったらコメント欄に、ここにコメント欄にお願いします。ということで、ただいま双極性双状態まーちゃんの動画でした。はい、皆さんありがとうございます。あ、ちなみに私が好きなスト2のキャラはダルシムです。はい、ありがとうございます。